また理系とは全然違うわけだから。まあ理系の知識を生かすのもあるし、またそれとは違う能力が必要ね。そうそう。三菱商事とかあったよ。三菱商事とか丸の内にあったよ。丸の内の丸ビルの横らへん、三菱の昔の松田のなんとかなんとかのね、物件屋敷だった。だって昔僕商社マンみたいになりたいなと思ってた。昔、中学ぐらい。変わったけどね。僕もなるか思ってたよ。高3ぐらいまでは。ついに創業に走った。創業に走るとは思わなかった自分でも。創業にあったの。うん。自営業。うん。一流っていうのもね、憧れないのよ。一流に憧れないのよ。なぜなら最初から一流企業だから。つったら殺されるじゃない。最初から一流企業だからあんまり一流になりたいと思わないの。簡単なもんだけど、なかなかそれが通らない。それが悩みだよ。初めからもう大学だからね、もう。大学目指さなくなる。かわいそう。あ、ラー油が美味しい。なんか、あの餃子まだないですか？ないないない、もうそれ。はあ、ビールちょもうすぐ飲んでしまう。もうまた頭が悪い。それでもまだ飲み会がねないよ。大好きの。新入社員がいっぱいいて、なんか初々しいね。知らんけど、おっさんみたいなこと言うけど。楽しそう。なんか新入社員の同期で飲み会とか。最初はね楽しいけど、だんだん。だんだん差がついてくる。だんだんえげつなくなった。武田の知り合いが2人できたよ。大事じゃないけど、まだ高田に住んでたという青山さんでしょ、うん、あと神保さんという電話かかってきた。契約を目指しますからね。よろしく。あとアリラーメンの素晴らしい。お、体温を測って、体温を測りますよ。あ、手に取りかかった。